皆さんこんにちは、しょりみチャンネルのしほんです。はい、ということで今回もね、ついに待ちに待った質問コーナーやっていきたいと思います。ということでですね、今回はもうね TikTok とかで質問を募集したので TikTok しか今日してない、TikTok しかしてないそうです。すいません。TikTok でね集めた質問をどんどん答えていきたいと思います。はい、それでね、全部でこうかな 100？ こっちからだ100、こっち100問。100問、そうです。100の質問コーナーです。やったー。はい、なのでテキパキねちょっといきたいと思います。はい、私テキでですね、TikTok だけでごめんなさい、今回募集いただいたので、はい、であとちょっと誕生日がしほちゃんに近いっていうのもあり、ちょっと誕生日の日にアップしようかなと思ってるので、今回ねしほちゃんのみの質問コーナーにさせていただきたいと思います。私だけは誕生日なんですよ。はい、一番最後の質問だけりみちゃんが出てくるかもしれないですね。もう全部私と、はい、全部私の質問と99問。そうですね。で、TikTok 一応ね1419件コメントいただきました。全部がね質問かわからないんですけど、そうですね、たくさんのね合計で、はい、はい、いただきました。ありがとうございます。ね、この中から100選ぶの大変でした。そうですというかランダムにバーッとこう選ばせていただきました。もしね選ばれなかった方はすみません。あと似たようなね質問もあったので、その辺はねまとめてっていう形でさせていただこうかなと思います。はい。はい、ということで、はい、早速やっていきましょう。はい。じゃあママが言うので答えてくださいね。はい。はい。じゃあ1問目。血液型は AB 型です。身長は148kgです。好きな果物はいちごです。美味しいですよね。好きな食べ物は納豆巻きです。美味しいですよね。同じ答えじゃん。美味しいですよね。ズバリ体重は何キロ？無理です。ごめんなさい。はい、内緒だそうです。無理です。前髪薄くした？しました。ちょっと薄くなってると思います。いつも何時に起きてる？最近は8時にはちゃんと起きようと思って目覚ましかけてます。今日も7時半に起きました。はい、最近平日は一応7時に起きてるよね。7時には起きてるんですけど、はい、そうですね、8時までには絶対起きようと思ってます。はい、で以前学校があった時は6時起きでした。そうでした。はい、おすすめのリップはじゃあ持ってきてください。はい、はい、というわけで戻ってきました。はい、私はね重ね色にしてて、うん、オペラのシアーリップカラー PM08 番08番だそうです。この細い方のね、はい、このリップにキャンメイクのね、うん、オイルリップを塗ってます。これをねこう塗ってます。はい、はい、どんな色かちょっとちらっと当ててみてください。こんな感じの使いやすそう、うん、ピンクっぽい、うっすらピンクなんで。オペラいいよね。いいよね。オペラ好きです。これは普通にもう透明だよね。そうだね。まあオイルなんで。オイルなんだね。うん、オイルです。ベトベタしない感じ。爽やかな感じ。そうです。爽やかっていうのが。なんつうの、オイルだから。リップに爽やかがあるんだ。だからほら、なんだろう、ベトベトするのあるじゃん、こう。グロスはするじゃん、ベトベト。グロスはね。はい、じゃあ次いきます。はい。好きな服は、お気に入りの服は。じゃあ持ってきてください。好きな服。じゃあちょっと見せてきて。わかりました。はい、というわけで持ってきたんですけど、最近この服が好きでピンクラテでね買った洋服なんですけど、この服めっちゃ好きです最近。はい、昨日も着ましたこれ。あ、これリミノなんですけど。あ、そうね。今洗濯中なんで。はい。はい。というわけで。次、はい、どこで服買ってる？近場は本当にアベールとか島村なんですけど、いけるとしたらね、ミゴーとかイングとか、イングファーストは近くの潰れちゃったんで最近イング行ってます、ね、イングファーストがすごい好きだったんだけどね、好きでした、潰れちゃったんだよね。そうですね。はい、はい、次、習い事してる？してます。ダンスしてます。ヒップホップですね。はい。好きな色は？好きな色はピンクと黄色と水色のマーブルなんですけど、単色ではピンクと黄色です。好きな教科は？学校以外ならほぼ何でも好きなんですけど、理科ですかね、理科、はい。好きな人はいるの？今いないんですよ。いないんです、はい、はい。姉妹で良かったことは？寂しくならないこと。いつも喧嘩してさ、寂しくなんないの？早く何歳になりたい？高校生になりたい。ってことは18ぐらい。18、17、13、14、15が中学生。16、17、18あたり。16歳になりたい。16歳になりたい。はい。皆さんこんにちはを可愛く。皆さんこんにちは。気持ち悪い。気持ち悪い。好きな歌は？好きな歌ね、うん、最近いっぱいあるんだけど、インフェルノが好きです。インフェルノ。インフェルノ、曲名です、はい。いつも見てるよ。ありがとうございます。あ、これだけ。あれ、これだけ。自分のイメージは？自分の中での自分のイメージ、うん、そう、自分のイメージ。うるさい。へー、バカ。でも怒りっぽいけどたまに優しい。ああ、イメージ。イメージ。なにあれ、ピンクみたいな感じ。なんかダメだみたいな。ピンク？どういうこと？どういうイメージ？もういいです。出席番号何番ですか？2番です。学校では YouTube やってるとなんて言われる？今日見たよみたいな。あれ見たよ、面白かった、あれあれあれやったっけみたいな感じでいつも古いの言われるんで、めっちゃあれ面白かったって言われても、あ、ありがとうって終わります。はい。コロナが収まったら行きたい場所は？ディズニーランド、うん、そうだね。ユニバ、うん、東京、買い物。めっちゃいっぱいある。友達の家行きたい。で、友達とバイバイする。あ、学校も行きたいね。クラス替えどうだった？よかったです、はい。好きな YouTuber さんは？これが一番多かったかな、質問。好きな YouTuber さん、はい、最近はメルプチとかそういう系の見てて、みなみちゃんとかおさきちゃんとかそういう方を見てます。でもほんとひまちゃんとかのえのちゃんとかも見てて、本当にね、好きな YouTuber って決められないよね。いっぱい見てるから。私、妹はゲームなんで、多分ゲーム実況を見てると思います。はい、はい。最近ハマってることは？アニメ、漫画です。はい。大変だった動画は？大変だった動画？撮影が大変だった動画ってことかな。あー、なるほど。なんか自分にとって大変だった動画あります？ママはね、あ、思い出した。スクイーズをあそこからバーっと、ああ、同じ。ママもそれ、パパが帰ってきた時に一応ドッキリで2階からスクイーズを全スクイーズだよね、あれね。バーって2階から落とす動画があったんですよ。それね、簡単だと思うでしょ。片付けがめんどくさいんですよ。そうですそうですそうです。もうあれめんどくさかった。落とすのが本当にもうめっちゃもうバンバン楽しかったんですけど、片付けがね、辛かったです。本当大変でした。見てない方はね、探してリンク貼っとくんで概要欄から見てください。お願いします。はい、これね、ぜひ見てほしいです。もう本当大変だったんで。はいはい、次。会ったら話しかけていいですか？ぜひよろしくお願いします。ぜひ話しかけてください。逆にお願いします。いいですよ、全然。今年の目標は？友達100人作る。はい。今日好きで好きなの誰？女の子だったらまるちゃんが好きで、男の子だったらまひろくんが好き。はい、まひろくんなのあんま出てないけどさ、かっこよくない？優しい感じだったよね。うん、確かに。はい、次。おすすめのコスメは、さっきリップだったけど、まあ、コスメ全体的に言うと何ですか？持ってきてください。はい、持ってきます。またはい、というわけで持ってきました。まずおすすめのコスメっていうより、しほちゃん持ってるの少ないので、よく使ってるコスメって方が正しいかもね、うん、これがクリオのパレットなんですけど、01番です。これね、可愛いんですよ。普通にこれ好きです。あとエチュードハウスのなんかラメ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 めっちゃ可愛いんですね、これそうですね、これこれママの奪った、これママの奪った、これなんだっけ、 K パレット02番ラスティング 3D シャドーライナーです。はい、というわけで、はい、こっちでラメラメが出て、こっちで線が引けるんですね、こんな感じで。ああ、うん、なので涙袋とかこう描いてます、いつも。はい、はい、最後はこちらのエチュードハウスキラキラアイシャドウということで、スティックアイシャドウです。これも涙袋とかによく描いてます。はい、はい、まあアイメイクですね。そうですね、リップ紹介したんで。はいはい。家族に内緒にしていることは、最近、これは聞いていいでしょうか。最近編集を始めます。こっそりこっそりやってたの。そうなんだ。でもまだ全然よみうりランドに行った時に1月の動画よみうりランドに行った時のね、動画をね、またねやってね、あ、これ編集しようと思ってたんですけど、全然終わってないやる気なーしはい次、キドコロの由来は、名前の由来は、カドロは私がつけたんですけど、なんていうのかな、ちっちゃくて可愛かったんですね。で家に来たらね、なんかコロコロ転がるイメージをしてて、可愛かったから、そのイメージがコロンってなりました。これはしほちゃんの本当にしほちゃんのがコロンがいいって言って、うん、本当にしほちゃんの意見で決まりました。そうなんです、私が決めたんですよ、はい、でシロンはもうね、買うも実はね、買う前からシロンだったんだよね。そうなんですよ、白い子見つけたら、あ、シロンだってなってて、そう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 なんですよ。だからもう白い子買っちゃったら、もうシロンですねって。そうですね、もうなんかもうね、シロン、うん、シロン買いたいみたいな、そう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 、シロンを探しに行こうみたいな、もうすでにもう私たちの中ではシロンだったんです。そう、シロンだったんですよはい、でもね、とっても可愛いシロンに出会えてよかったね。コロンももちろん可愛いんだけど、ほんと白コロには毎日癒されてます。よかったです。はい、ほりみちゃんは1日に何回喧嘩する？ひどい時は10回以上してて、あ、でも霊界の時もありますね、意外と。うん、あります。お互い会わない時、リミは1階にいることがほぼそうだし、しほちゃんは部屋にいることが多いし、多いですね。顔合わすとしたらご飯の時だけとかっていう日もあるから、さすがにご飯の時だけ喧嘩するってこともないし。あー、たまにあるよ。たまに何みたいな、リミわかんない忘れてわかんないだと私切れて一つぐらいないのとなっちゃって本当に喧嘩するんですよくだらない、くだらない。テレビで喧嘩、でも兄弟あるあるかな、テレビ番組で喧嘩、ね、でも私ちゃんと聞いてあげてんだよ、何見るって。うん、私そんな、分かんないって言われたら勝手に決めちゃっていいんじゃない？だって、だって分かんないって言った人が悪くない？そっかなまあいいや、はい、じゃあ分かりました。まあしない時もあるし、多い時は1日10回ということですね。はい、そうです。はい、次、YouTuber やろうとしたきっかけ教えてって。定番だと思うんですけど、かんあきちゃんに憧れて始めました確かに。好きなアニメは、わ、これ長そう簡潔にまとめてくださいね最近はね、ヒロアカ見てます。ああ、リミもハマって一緒に見てました、ご飯の時とか。はいはい、ヒロアカを訳さないでどうぞ。僕のヒーローアカデミアです。はい、分かんない人もいるからねヒロアカって何ってなっちゃう人もいるからね、うん、はい、じゃあ次、ね、憧れの YouTuber は、これ一番、これも多かったです。多かった、ななこちゃんです。ななこちゃんかわいい、ほんとかわいい。忘年会の時にね、お会いできたんですけど、本当に顔ちっちゃくてめっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった、もうってなっちゃったよね。ね、なっちゃったなっちゃった。本当優しそうな感じで本当可愛かったです。可愛かったです。はい、はい、次いきます。家族の好きなところは一人ずつ、パパ、ママ、リミでいきますか。好きなところ、パパはパスワードをこうやってくれたりして携帯とかの設定、機械の設定ですかはい、性格で見たら、うん、優しいところ、うんうん、でママは料理できるし、編集できるしめっちゃいっぱい何もかもできて、先輩です。先輩先輩です。だからこれどうやんの、こうだよとか教えてくれるんですよねそうでしょなので、うん、と先輩です今よくわかんないけど、はい、リミはゲームは教えてくれるからスキンケアしてる？してます。お気に入りのスキンケアは？ハトムギの化粧水してます。はい、以上でいいですか？ド定番ですよね。まあもうね、まだ4年生じゃない、もう5年だ、5年生なんで、5年生だからそれぐらいでね、いいと思います。いいと思います。はい。あ、次あれだった、使っている化粧水はだった、同じじゃん。ハトムギの化粧水ですはい、同じですね。そうですね。はい、次、一番好きな動画は？これは多分自分ですか、しほりみかな。誕生日動画、誕生日動画、ハッピーバース、私の誕生日動画、そんなのあったっけ、その動画あったっけ、あるじゃん去年さ、飾りつけてくれてたじゃん。ああ、それでケーキ食べるやつ、あれが一番好きなの。あれが好きなの、祝ってくれるから怖い、私を祝ってくれるからはい、次、学校の友達になんて呼ばれてますか？女子はしーちゃんって呼ばれてて、そうですね。男子にはもうしほって呼び捨てます。呼び捨てです。はい。噛んじゃった。呼び捨てです。はい。はい。今一番やってみたい企画はズバリ。テレパシーピザチャレンジです。めっちゃ具体的。え？めっちゃ具体的だね。そうなんですよ。ピザテレパシーで食べたいんです。今ピザが。なのでテレパシーで作って食べたいと思ってます。はい。ルーティンやってください。わかりました。え、これだけわかりましたコナン見てますか？見てないです。見たいですよね、私も見たいです。エスポワール面白いから見て。エスポワールはわかりました。後で検索わかんない、検索を調べます。グループかな、なんだろうね。はい、すいません、見ます見ます憧れの女優さんは？土屋太鳳ちゃん。そうだね、好きだよね。好きなんですよ。可愛いよね。可愛いよね、タオちゃん。コロナについて思うことを語ってください。以上。本当にダメだよ。だってね、本当にね、だって学校潰されたし、友達も会えなくなったし、なんでさ、なんでコロナのせいでこんなさ、死ななきゃいけないの、みんなが。かわいそうじゃない？何も罪も犯してないのにな、なんでコロナで死ぬのって思うのね。14万人だよ、世界で。かわいそうすぎるはい、次。飾りたかった。はい。楽しかった動画は？あれ、なんか似てる。似てる。一番好きな動画はじゃなくて、楽しかった動画は？楽しかった動画は、はい、やっぱ YouTuber たちとのコラボですね。そうだね。本当に楽しかったです。本当にいろんな人と喋れて楽しかったです。コラボ動画ですね。コラボ動画です。はい。シロンちゃん、コロンちゃんを飼い始めたのはだいたいいつぐらいですか？去年の9月、11月にコロン、はい、で12月にシロンです。はい、シロンは12月24日のクリスマスイブに飼いました。はい、覚えてますね。はい。お姉さんになったね。ありがとうございます。褒めていただいてありがとうございます。化粧品はどこで買ってますか？ドラッグストアとかですね。はい。はい。目標身長は？どれぐらいまで伸びたいかってことかな。目標どれぐらいの身長になりたいか。でも150から160の間がちょうどいいんで、155ぐらいですかね。おお、でも小さめじゃない155。なんか可愛い人になりたいんだけど、私は個人的には背伸びてほしくて、でもママがね、あんまり背伸ばすとモテなくなるよって言われたことがきっかけで小さめを目標にしてます今。でも今さもう148とかでしょ。150いきますよ。もっとでっかくなるでしょ、さすがに。155より大きくなるよ絶対。モテなくなる。そんなことないそんなことない。160とかでもモテるから。じゃあ160ぐらいで。はい次。スクショタイム。こんな感じでいいですか。オッケー。オッケー、はい。私のこと好きですか？好きです。大好き。女です。好きです。大好きです。休校中の間、欠かさずやっていることは？あ、R1 を毎日1本飲む。はい。免疫免疫。免疫免疫って言って、朝昼晩何でもいいんで1日1回飲んでます。はい。彼氏いるの？いません。欲しいです。カレーの具と付き合うなら誰？カレーの具と付き合うなら肉とランデブーしたい。え、何？もう一回言って。肉とランデブーしたい。何ランデブー？え、高校行って遊ぶの。え、楽しいじゃない？お肉だよ、柔らかいよ。楽しそう。お肉とまた遊びたいの？カレーになって？食べられるの。はい。宿題ありますか？あります。野菜に例えるなら何ですか？トマト。しおちゃん？うん。赤いから。うん、かわいいし、丸いのね私。ああ。トマトです。はい。最近あった嫌なことは？ああ、学校に行けない、友達に会えない、寂しい以上。はい。憧れの TikToker さんは誰？今度は TikToker ですね。でもやっぱみなみちゃんとかさ、おさきちゃんとかさ。ゆなちゃんとかさっき本当メルフチメンバーだね。が好きなんね。が好きなんです。はい。はい。この質問採用されてる？されてます。おめでとうございます。どんな髪型が好き？私は本当下ろしてる形が一番好きです。最近太ってきたんで顔周りを合格するのが一番好きなんですよ。はい。おすすめのアプリは？YouTube、TikTok、インスタ、もう定番だよね。定番です。はい。これね、どうしてもウームに入ろうと思ったのって書いちゃったの。うん。でもこのもうは間違いじゃないよね。どうしてウームに入ろうと思ったのかなと思ったんだけど、よく見るとどうしてもウームに入ろうと思ったのってどうしてもなってるんだけど、どっちだろう。まあ、もが書いてあったから、どうしてもウームに入ろうと思ったのって来てるから、別にどうしてもウームに入ろうと思ったわけじゃなくて、ウームの方が、もしよかったら入りませんかって誘っていただいたので入りました。はい。これはママがちょっと代弁しちゃいましたけど。はい。はい。私答えてないね。うん。じゃあどうぞ。あ、ウームの人に、入りませんかって言われて入りました。はい。ミミちゃんと喧嘩どの頻度でする？あ、これさっき答えちゃったね。答えちゃったね。うん、本当にしないしはしないし、するときはもう10回ぐらい、もう結構します。はい。はい。TikTok を始めたきっかけは？みんな周りがやってて楽しそうだったから。でも最初は、難しかったです。はい。おはよう。こんばんは。今夜で、おはよう。おすすめ。じゃあ説明するね、大声で「こんにちは」「悲しい声でしほりみチャンネル」の「変な声でしほ」です。大声で「こんにちは」悲しい声でしほりみチャンネルの「変な声でしほ」です。2人でどんなことで喧嘩するの？なんかこう喧嘩が多かったね、質問の。ゲーム、アニメ、白コロ。白コロってこと？白コロの取り合い。コロは私のもの。なんで？とか。ああ。ということで、喧嘩してます。要はくだらないということですね。はい。最近はスライム作りしてるの？してないです。半派ですか、ご飯派ですか？ズバリ言う、ご飯派。髪染めたいと思う？思います。何色に？茶色っぽい黒。茶色っぽい黒。うん、茶色め。茶色め。りみちゃんがいてくれてよかったことは？寂しくならないところ。あれこれさっきも。さっき答えたかな、なんか悲しくならない、寂しくならない。ごめんなさい、もしかしたら内容が被ってるかもしれないですね。ごめんなさい。すみません、許してください。はい。はい。鬼滅の中で誰が好き？カナオ推しです。可愛くないカナオ。可愛い。はい。りみちゃんがしほちゃんのこと好きって前にライブ配信で言っていたけど、うん、言われた時どう思った？ありがとう。りみちゃんがゲームにハマっている理由は？あえてしほに聞くっていう。なんでだろうね。あのですね、多分クリスマスにスイッチもらって、それからちょっとやり始めたんですよ。それがきっかけだと思います。それでゲームってこんな楽しいんだから始まったと思います。はい。自粛の今、おすすめの家での過ごし方は？プラバン作ったり、ゴロゴロしたり、アニメ見たりがいいと思います。はい。わけは楽しいからです。はい。勉強もしてください。楽しく過ごすこと。勉強もしてください。勉強は楽しくない。しほりみちゃん、それぞれ動物に例えると？私アルパカ。りみは？エミは、はい。なんで笑ってんの？学校で嬉しかったことは？みんなと泊まれたこと、一番思い出に残ってる。あ、校外学習じゃない、宿泊学習。宿泊学習めちゃめちゃ楽しかった。なんかカレーのイメージだったんだけど、うどん作った。そうだね、うどんだったね。うどん作った。楽しいよね。宿泊学習ね。楽しい楽しい。ディズニーランド C 全部の中で一番好きな乗り物は？ビッグサンダーマウンテンとカリブの海賊。はい。鬼滅の好きなシーンを教えてください。俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けないってところ。はい、あ、それね、唯一漫画を見てない方でも分かるようにそうしました。本当は漫画の方だったらもっとあります。あ、でもネタバレになっちゃうから言わないで。言わないで。あそこのシーンです。はい。ルイと戦っている炭治郎の言葉、最高でした。これは読んでる人にしかわからない。いや、これはアニメ見てる方もわかります。これは。はい。はい。コロナにならないように気をつけていることは？R1 を飲むこと。効くかどうかわかんないけどね、R1 もね。気持ちね。はい。です。それだけ？あと外に出る時は必ずマスクをして、手を拭く。除菌シートを常に。除菌シートを常に持ってて、汚いと思ったらすぐ拭く。こう。カートとか拭いてます。ああ、そうそうそう。ちょっと買い物に行った先でカートとかもなんか拭いてましたね。拭いてた。まあちょっとあんまり神経質になりすぎるのも良くないんですけど、結構。ママとしーちゃんで出かけると結構除菌シートやります。やるよね。ドライ車のさ、ハンドル。あ、そう、ママは車のハンドルもちゃんと。ママしか触ってないのにさ。でパパもたまに使うから。パパの菌が使っても。ウケる。そうね。まあ手洗いとうがいとかはまあ基本的な。それはもちろんしてるんですけどね。外に行くときは本当基本。除菌シートフル活用で、そうですね。はい。しほりみちゃんが一番最初に仲良しになったユーチューバーさんとの一番の思い出は何ですか？一番仲良くなったのはひまちゃんですかね。そう、ウームの本当お友達、ユーチューバーのお友達全然いなくて、いなかったの最初はね。でもウームのファミリーイベントっていうイベントに行ってひまちゃんがね、なんか。今ちょっと仲良くなって、そう仲良くなりました。最初にそうですね。それで一番の思い出は遊園地ですかね。最近ほぼほんと最近遊園地、あ、旅館ホテル三日月、ホテル三日月、あ、あれも思い出かも。めっちゃいい思い出。遊園地は富士急、富士急。そうね、そう、ひまちゃんとはもうもうすぐ4年ぐらい、もう4年だ、もうすぐ4年ぐらい経つ、もうすぐ4年だかな、わかんない、それくらい、それぐらい、とりあえず長いですね、長いですね、本当に、ありがとうございます、ひまちゃん、いつもありがとう。見てるかわかんないけど、はい、いつから学校ですか？予定では5月の6日からスタートなんですけど、6日まで休みね、あ、6日まで休みで7日からかなスタートのはずです、予定ではなんですけど、はい、質問いただいた方も、私は5月6日まで休校ですって書いてある。一緒ですね。はい。しぼりみちゃん大好き。ありがとう。一日の中で一番嫌いな時間は？お風呂入る前と寝る前と朝起きた後。あ、一番か。なんかだるい、とにかくだるい時。ああ、なるほど。寝る前も嫌なの？寝て起きた後。さっき寝る前って言わなかった？あれ言ったっけ？寝る時って言った？寝る前って言った？あ、じゃあお風呂入る前と朝起きた後ってこと？そうそうそう、その2つ？その2つ。はい。家族の家族の嫌なところはありますか？これは個人ということで、じゃあさっきさ、いいところをあげたからさ、はい、パパママリミの3人分かな、嫌なところだって、はい、パパはイライラしてるとすごいね、怒りっぽくなるんですよ。ああ、もう最悪とかすごい口にするんですね。それが嫌です。ママはママの嫌なところないかもしれない。嘘、別にママがいるから言わないわけじゃん。ママがいても言っていいんだよってこと、うん、ないの？ないよね。また本当にないよ。リミは本当に意見が合わずに、なんか意見が合わないところが、姉妹なんですけど、まあね、似てない姉妹だからね、全く似てないんですね、本当に。 A 好き A 嫌いとかゲーム好きゲーム好きなんだけどそこまでやんないとか、以上で。はい。最近嬉しかったことは？最近漫画とかアニメを見れてね、すごい幸せだなって思いました。あ、時間ができてってことね。そういうこと。なるほど。ピアス開けたい？開けてみたいです。開けたいんだけど小4で、小5ではまだ早いって反対されてるんでまだ開けないです。はい。この質問していただいた方も、私は開けたいって書いてくれてますね。開けたいよね。ピアス可愛いよね。女子はもう憧れだよ。もうね。でも開けるのが怖いっていう人も結構いるよね。やっぱ穴開けるからね。はい、次。自分を一言で表すと。自分を一言で表すと。一言。なんだろうね。すぐ笑うから笑。漢字一字って書いてないよ。笑う。はい。好きなおにぎりの具は何ですか？鮭です。鮭なんですけど、納豆巻きが好きです一番。ああ、おにぎりじゃないね。後ろ髪伸ばしてほしい。絶対長い方が可愛い。絶対長い方が好み。私も伸ばしたいですね、今から。6年生まで切らないようにしてるんですけど、最近はげちゃってここうっとうしいんですね。なので切りたいんですけど、6年生まで切らないって決めたんで、6年生で髪結ぶって決めてるんです。私最後に袴着てアップにする、から自分の髪の毛でアップにするってこと？そうだから、そう、本当に盛りたくないの私。じゃあ小学校時代はもう切らない？もう切らないです。じゃああと2年あるの？そう、2年伸ばします。なので大丈夫、伸ばします皆さん。はい。一番好きな場所はどこですか？部屋。自分の部屋が好きです。あとリビング。一番じゃないね、両方です。 YouTuber になるとき不安あった？なかったです。もうしおちゃんが YouTube 始めた頃はもう幼稚園の。そうですよね。だからコメントとかも私じゃ一人で読めないし、とりあえずもう不安っていうより楽しくやっってたよね。何もわからない小さい時からやっちゃってる子は多分もうそのまま大きくなっちゃったみたいな感じだから、不安とかそういうのは感じないよね。感じないですね。ただ今の不安あります。何？私最近太ったんで顔が大きく見えてないかとかすごい不安になります。最近写真撮る時とかすごい思うんです私。やばいね。やばいね。本当に。でも今の写真はほら加工があるから。あ、そうか、今の写真加工があるから。あ、でも安心しちゃうね、そういう加工があるとね。そうだね。でも TikTok でたまに「しぶちゃん太った」太りましたハートボンボン押しちゃったよ。太ったにバカえ、押してる、どんどん押して。え、ハートがめっちゃついてたよ太ったっていうコメント。太りました。はい、うん、毎日欠かさずやっていることって何だって。しかもね、採用してくれたら全動画にいいねします。ありがとうございますもう一回言って。毎日欠かさずやっていることは何って。R1 を飲むこと。これ3回目なんで言うの。あれさっきもやったっけ。あれはコロナの対策だから。はい。コロナ見るし、携帯も毎日いじりますし。そうだね。そうですね。あと必ず部屋にいます毎日。ああ、確かに。はい。やってることだから R1 飲むことかな。白いところはどっちが好き？私はコロ派です。シロンも可愛いよね。シロンも大好きです。太らないように気をつけていることは。いや、太ってるけどね。太ってるんですよ私でも気をつけていることだからね、太らない。ご飯を少なめにしたり、自分でお酒ねちょっと少なめにしたり、お風呂ですごいローラーしてるんです私めちゃめちゃ、まあ、この前も動画で言ったかもしれないけどめっちゃローラーかけてるんですよ。なのになんかみたいな食べてる。食べてないよ私、運動してないからだと思うんだけど、最近ダンスも行けてないし、鬼ごっこ、私毎日鬼ごっこしてたんですよ学校行った時。2回も、いや3回かな、してなかったからかな。ちょっと運動不足かな今は。気をつけていることは、じゃあご飯をちょっと少なめにすることと、お風呂でマッサージをいっぱいすることだね。はい、ことです。あと飲み物は水だな。そうです、飲み物は水です。はい。昨日ウーロン茶飲んじゃった。あ、まあお茶か水かってことね。そうですね、そうですね。はいはい、最後です。はい、ということで連れてきましたはい、最後の1問だけりみちゃん参加です。はい、はい、じゃあ質問の方がですね、皆さんこんにちは。悲しそうに。またしほりみチャンネルの怒ってるように、しほとなまり風にりみです。ゆっくりという挨拶をやってほしいそうです。皆さんこんにちは、しほりみチャンネルのしほとりみです。なんでよろしいですか企画も終わりました。はい、というわけで終わりましたね。はい、どうだったでしょうか。どうだったでしょうか。はい、まだねいっぱい質問いただいてたんですけど、一応ね100をこうランダムにバーって選んでいった結果、こんな感じになりました。ちょっと似たようなね質問もあったかもしれないんですけど、そうですね、またねやりたいと思います。今度ね、りみちゃんの質問もねやれたらいいなと思います。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、それではバイバーイ。